来ました。こちら実は結構ね、文太さん、カレンさんがね来てね、おすすめのお店だってことで聞いてたんですけど、こちらカレンさんが頼むメニュー、今回僕も頼んでみました。おろし生姜がねまたこれいいということで、じゃあいただきたいと思います。これはうまい。じゃあ動物系のね、チンタンスープ使ってるということなんですけども、そのうまみにプラスされてこの白菜のね風味とかもが乗っかってて、これね本当美味しいですね。うまい。なんかね、この麺をねこうリフトアップした時のこの香り、本当にこの麺の小麦の香りもそうですけど、やっぱりスープの香りとの相性も良くて、本当食べやすいですね。うん、揚げる。白菜麺にはワンタンがついております。うわー、これうまそうですね。うん、うわもうね皮がプルプルで、中もねこう生姜の香りも爽やかで、この肉の旨みが詰まったあんたん、これ美味しいですね。うん、でね多分ねスープと一緒に煮込まれた感じのこの白菜とかお肉が入ってるんですけど、これと一緒にね麺を進む、これもまたいいです、うん、はい。ということで、実はこちらのお店白菜パンチっていうメニューがあるんですけど、この激辛、しかもこれ一番辛いですから、ちょっと僕無理じゃないかなと思うんですけど、食べてみたいと思います。これは辛い。いやでも頑張ります、頑張ります。この辛さに乗じてこの麺をいただくっていうね、絶対うまいやつですから。この辛さ、ストレス発散にはもってこいですね。ガツってくるんで、うわぁ、これはまさに白菜パンチ。皆さん、辛いもの好き、特に激辛好きの方はぜひ食べてみてください。生卵、この中で生卵は救世主ですね。すっごい美味しいです、このまろやかな感じ。ぜひ。ではね、このおろし生姜溶かしていきたいと思います。あー、いいですねこの生姜の香り。うん、う飲んでる最中からこの生姜絶対合うなって思ったんですけど、この生姜のね甘みもこうプラスされて、余計にスープが美味しく感じるっていうか、これいいトッピングですね。もう食べた。激辛パンチ一口すっごい汗かいてるんですけど。いや見た目もねすごいなと思ったんですけど、肉ワンタンも入ってるし、白菜の煮卵も入っていて、思ったよりも食べ応え抜群で、結構具沢山でいいっすね。うん、じゃあランチではセットになるんですけど、この炊き込みご飯ね、これお母様が作ってらっしゃるんですね。そうです、俺が考えてお母ちゃんが作って
めちゃくちゃお肉いっぱいありますね。でもゴロゴロお肉入ってるんですけど、本当に味自体は優しくて、これはね、ぜひランチの時に一緒につけて頼んでみてください。これうまいっす。うん、いやー食いました。いやでも本当に白菜の美味しさめちゃくちゃ感じましたね。炊き込みご飯も相まって最高でした。うまかった。はい、ということで文太さん行ってきました。まあね、あの白菜麺も店主さんのこのオリジナリティあふれる、本当にここでしかね食べることのできないラーメンでしたね。またあの激辛パンチ、本当に僕よりもね多分ね辛いものが好きな人、ぜひねあそこで、まあ、デスカラですね、挑戦してみてほしいなと思います。こちら北29条西10丁目にありますラーメン文太さん、お近くにお寄りの際にはぜひ来てみてください。以上、あっちでした。